タートです。さあ今回はこちら、はい、プロ野球チップス2024第2弾でございます。はい、こちらアマゾンで購入していたものですね。はい、やっと物が届きました。とりあえず一発目ですね。はい、6箱購入しております。ということでまず第1弾ですね。はい、早速、開封していきたいと思いますのでご覧ください。はい、それではですね、前半戦開封していきたいと思います。今回はですね、まあ、地元の選手ということで、私の、大島選手ですね、中日大島選手と DeNA の東選手、はい、このどちらかですね、サインカード出てくればいいかなと思っておりますので、はい、一袋ずつね、引いていきたいと思います。では、はい、記念すべき一袋目いきます。せーの、はい、はい、千葉ロッテ角中選手と、はい、ヤクルトサイスニード選手。はい、では2袋目いきます。せーの、はい、はい、阪神岩崎選手と、あ、チェックリストですね。あ、すごい、今回なんかチェックリストうっすら映ってますね。はい、これは涌井選手かな。はい、あ、そうですね、あ、表の写真が裏にもうっすら写ってるんですね、今回の仕様は。はい、ということでチェックリスト、はい、涌井選手でございます。はい、では3袋目いきます。せーの、はい、はい、オスナー選手と、はい、小深選手。はい、では4袋目いきます。せーの、はい、はい、阪神のですね、これは開幕一軍登録選手、違う、なんだ、今回何カードでしたっけ。とりあえず、あと万波選手ですね。はい、あ、選手会長カードですね。はい、ということで、はい、では5袋目いきます。せーの、はい、はい、 DeNA 佐野選手と、はい、巨人坂本選手。はい、では半分、6袋目です。いきます。せーの、はい、はい、杉本選手、お、中村選手来ましたね。はい、うん、今回選手会長カードですね。はい、両隅が三角形で、あの、掛けずられてる感じですよ。かっこいいですね。はい、ということで、はい、記念すべき一発目のスターカードでございます。いきます。せーの、はい、うん、今回もあのキラキラしてるやつが、はい、普通のノーマルのスターカードですね。はい、では折り返し7袋目です。いきます。せーの、はい、お、柳田選手と、はい、おー、中日細川選手、いいですね。はい、じゃあ連続できましたが、いきます。せーの、はい、うん、まあまあ捜査員カードは出ないですね。はい、では、8袋目です。いきます。せーの、はい、はい、おー、周東選手と、はい、戸郷選手。はい、では、戸郷選手いきます。せーの、はい、おお、まあ、サインカード来ましたね。はい、なんかこれ第1弾と同じような感じですかね、この光具合のやつは。はい、ということで一発目来ましたね。はい、サインカード、はい、戸郷選手でございます。はい、では9袋目いきます。せーの、はい、おお、東選手来たけど、まあまあ出んだろうな。はい、と、はい、中日三好選手。はい、では東選手、これ来たらな、すごいな。はい、いきます。せーの、はい、うん、東選手こんな顔だったっけ。なんか高校時代の東選手のイメージしかないんでね、私。はい、では、はい、10袋目いきます。せーの、はい、はい、 DeNA じゃないわ、オリックス山崎選手と、はい、ヤクルト田口選手。はい、では11袋目、せーの、はい、はい、阪神佐藤選手と、はい、日ハム北山選手。はい、では前半戦ですね。
はい、最後12袋目いきます。せーの、はいはい、床田選手とチクリスト、これは誰だ、1時半分のアーマナミ選手、はいはいはい、ということで最後12袋目は通常のカードでございました。ということでですね、はい、2024年第2弾ですね、1発目、いきなり来ましたね、サインカード、はい、戸郷選手でございます。はい、それではですね、後半戦開封していきたいと思います。では1袋目いきます。せーの、はいはい、ソフトバンク中村選手と、はい、ライオンズ海野選手、はい、では2袋目いきます。せーの、はいはい、オーディエネ関根選手と、はい、楽天村林選手、はい、では3袋目いきます。せーの、はいはい、ポランコ選手と、お、高橋周平選手ですね、はい、では4袋目いきます。せーの、はい、おー、田村選手ですね、広島、はい、あとはライオンズ平井選手、田村選手もね、はい、名電高校からね、愛工大名電ですね、はい、プロに行きましたね、はい、では5袋目いきます。せーの、あれ、せーの、はい、おー、山川選手と中川選手、はい、では半分6袋目、全然後半はスターカードですね。せーの、はいはい、オリックス西川選手と、おお、来た、大島、来た来た来た、はい、サインが出たら嬉しいですが、いきます。せーの、はい、うん、まあまあまあ、まずはね、はい、まずはまず大島選手、スターカードゲットということで、はい、では折り返し7袋目いきます。せーの、はい、お、宗選手と、はい、大城選手、選手会長ということで、はい、では宗選手いきます。せーの、はい、うん、まあ前半でね、サインカード出てるんで、はい、では8袋目いきます。せーの、はいはい、トングー選手と、はい、田中選手、はい、では9袋目です。せーの、はい、阪神近本選手と、チクリスト、楽天、誰だこれは、あ、今井選手、今井選手じゃない、今井監督ですね、はい、では10袋目いきます。せーの、はい、石川選手と大野選手、はい、では11袋目いきます。せーの、はい、おー、千葉ロッテ山口選手と、はい、西武今井選手、はい、では山口選手いきます。せーの、はい、うん、はい、ではですね、1回の表裏ということで、最後ですね、よくいきます。せーの、はいはい、広島島内選手と、おー、西山マルティネス選手、いいですね、はい、元中日の選手なんで、ね、はい、応援しております、はい、ということでですね、後半ですね、はい、スターカード3枚、サインカードは0ですが、とりあえずまず大島選手が出てくれました。はい、いかがだったでしょうか、ということでね、はい、もう夏ですね、はい、まず1枚サーカード、じゃあサインカード出てくれましたが、はい、動画撮影時はですね、はい、私の部屋空調がちょっと整ってないんでね、はい、扇風機も音がうるさいんで全て止めてるんで、とても暑いですということで、今日からですね、また、プレイグチップス開封始めていきますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。